東京千代田区の区道神田警察通りでは自転車走行のスペースを整備するため沿道のイチョウなどが伐採される予定でした。ところが7月下旬に一部の木で枝が切り落とされた際に東京オリンピックのために伐採されるのはおかしいなどと住民たちの反対が相次ぎ工事は一時中断していました。その後もイチョウ並木の保存を求める陳情が区議会に相次ぎ区議会は昨日整備内容の見直しなどを区に要望しました。区の道路公園課は今のイチョウを残すように年内をめどに見直したいとしています。